ジョアン・フェリックス・セケイラは、ビゼウ出身のポルトガルのサッカー選手。ポルトガル代表、アトレティコ・マドリード所属。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。アトレティコ・マドリードへ移籍した、サイの移籍金は、1億2600万ユーロで、キリアン・エムバペ、ネイマール、フィリペ・コーチーニョ、ウスマン・デンベレに次ぐ、史上5番目、10代としては、 キリアン・エムバペに次いで高額な遺跡金となっている。UEFA ヨーロッパリーグでは、史上最小の18歳で、ハットトリックを達成、2019年には、ゴールデンボーイ賞を獲得しており、将来のバロンドーラー候補の一人とされる。ドイツの遺跡市場専門サイト、トラファーマークトによる、推定市場価値は、2020年11月現在100億ユーロで、ラリーガでは、 リオネル・メッシに並んで最高額となっている。ポルトガルのビゼウで生まれたフェリックスは2007年にビゼウにあるクラブオス・ペスティニャスに入団する。早くからベンフィカが興味を示していたがビゼウトリスボンの距離は 300km で車でも3時間以上かかるためより近いポルトを選択した。2008年8歳からのポルトのユースチームに加わった。ポルトへの加入後 ビゼウとポルト間 100km を毎日母親が送迎していた。12歳から実家を離れ、ポルトのユースチームの練習場の近くに住むようになった。体格の小ささからポルトから放出され、パドロエンセにローンで半年間在籍した後、かねてから入団を誘われていたベンフィカに15歳で入団した。2016年9月17日、ベンフィカ B の SC フレアマンデ戦に、 後半途中から出場し、リーガープロデビューした。83分にオーレギンブタに代わって出場。SL ベンフィカビーでの最年少出場選手となった。2017年2月15日のアカデミコデビゼウ戦で初得点を決めた。シーズンで13試合に出場、3得点決めた。ベンフィカ U-19 の選手でもあり、26試合に出場、15ゴール決めた。 ヨーロッパリーグでは、決勝トーナメントで6ゴールを決め、チームの決勝進出に貢献した。2018年1月30日、ファマリカンとのホーム戦では、ハットトリックを達成し、チームは5から0で勝利した。2018から19シーズンから、トップチームに、昇格。2018年8月18日、ボアビスタ戦でプリメーラリーガデビューした。1週間後、 スポルティングとのリスボンダービーにて、プリメーラリーが初得点を決め、リスボンダービーで得点を決めた、最年少選手となった。ブルーノラージの監督就任後、より試合で起用されるようになった。2019年4月11日、ヨーロッパリーグ準々決勝、フランクフルト戦ファーストレグで、ハットトリックを決めた。これは、ヨーロッパリーグ史上最年少でのハットトリックとなった。 リーグ戦では得点ランキングで4位タイとなる15ゴールを決め、チームの優勝に貢献した。ヨーロッパの7リーグの10代の選手として、得点数とアシスト数がそれぞれカイ・ハフェルツとジェイドン・サンチョに次いで2位となった。2019年2019年7月3日、アトレティコ・マドリードと7年間の契約を締結し、移籍金1億2600万ユーロで移籍した。この額は、 キリアン・エムバペ、ネイマール、フィリペ・コーチーニョに次ぐ史上4番目、10代としては、キリアン・エムバペに次いで高額な遺跡金となっている。最初の年に3000万ユーロを支払い、残りの9600万ユーロを分割で払う。SL ・ベンフィカとの契約解除金は1億2000万ユーロだが、メディエーションサービスとして、600万ユーロもプラスして、支払われる。背番号は、 アントワール・グリーズマンの着用していた7番に決まった。2019年8月19日、ヘタフェ戦でラリーがデビューをし、PK 獲得する活躍をした。8月25日、レガネス戦でビトーロへのラリーが初アシストをした。9月1日、エイバル戦でラリーが初ゴールを決めた。10月1日、チャンピオンズリーググループステージのロコモティフモスクワ戦で、 チャンピオンズリーグ初得点を決めた。19歳でのこの得点はアトレティコのチャンピオンズリーグ最年少得点記録となった。2019年12月、21歳未満の欧州最高の選手に贈られるゴールデンボーイ賞を受賞。バロンドールでは28位にランクインした。2020年3月11日、チャンピオンズリーグラウンド16のリバプール戦。 セカンドレグで相手 GK アドリアンのキックミスをダッシュし、マルコス・ジョレンテの得点をアシスト。その後、チームは2から3の逆転勝利し、準々決勝進出に貢献した。8月12日、準々決勝のライプツィヒ戦では、自ら獲得した PK を決めるも、チームは2から1で敗退した。シーズンを通して負傷が多く、合計で4回の負傷離脱と13試合もの、 負傷欠場をした。また、リーグ戦では27試合に出場し、6ゴール1、アシストしかできず、遺跡金に見合った活躍をできず、マルカシュの期待外れベストイレブンにも選ばれた。結果を残せないフェリックスに対して、ディエゴシメオネ監督は、彼のように20歳で、絶対的なスターは、ほとんどいない。彼には、疑いようのない才能がある、時間をあげようと語った。 2020年2020年9月27日、グラナダとのラリーが開幕戦で1ゴール1、アシスト PK 獲得の活躍をし、6から1の対象に貢献した。10月27日、チャンピオンズリーググループステージのレッドブル、ザルツブルク戦で2ゴールを決め、チームの逆転勝利に貢献した。4日後の31日、オサスナ戦で2ゴール、1週間後の11月7日、 カディス戦でも2ゴールを決めた。2021年2月4日、新型コロナウイルスに感染し、2試合欠場した。2017年6月14日、U-18 代表として臨んだ、ノルウェーとの親善試合に後半途中から出場。代表デビューをし、2得点を決めた。2017年10月10日、17歳で U-21 代表として臨んだ。 ボスニア・ヘルツェゴビナとの試合に後半途中から出場し、U-21 代表デビューをした。2018年3月23日、リヒテンシュタインとの試合で U-21 代表での初得点を決めた。2018年1月15日、U-19 代表として臨んだトルコとの試合で、後半途中から出場、U-19 代表デビューをした。 各年代で招集され、14試合に出場、6得点を決めた。2019年3月15日、ユーロ2020予選に先立ち、A 代表に初選出された。代表チームでの練習で足首を負傷し、試合に出られなかった。ネーションズリーグ2018から19の決勝ラウンドのメンバーにも選出された。6月5日、 スイスとの準決勝に後半から出場し、A 代表デビューをした。4日後、ポルトガルはオランダを破り優勝した。2020年9月5日の UEFA、ネーションズリーグ、クロアチア戦でフル代表初ゴールを決めた。代表での得点、フェリックス自身のの発音はリックスだが、一般的にこの名前はリーと発音される。ありがとうございます。